今日ですね、ご覧ください。すごい数のめちゃくちゃ強いサイクリストたちが大阪の境浜という場所に集まってます。境浜クリテリウムというレースがですね、堺市で行われておりまして、関西の大阪が集まる有名なですね、レベルのある高いですねレースになっております。で、そんなレースに出場するんですが、半年前に実はですね、このレース出場しております。以前の動画、見てください。ネタバレをさっき言うと、その時のレースはですね、総合順位が準優勝で、20代の中で結果でございました。惜しいな。はい、惜しかった。本当に惜しかったです。ほんまに 0.1 秒差とかで、そのねスプリンターの選手に敗れてしまって、半年ぶりの、リベンジで今日ここに戻ってきてと。そしてこちら見てください。その時に出てたバイクとはもう変わってます。新車で、この新車で初レースです。今日いいですか、愛車紹介させていただいても。お願いします。はい、こちらですね、S1 ネオというメーカーの 699T。 ほら見てください、これ今ね、すごい、僕が出るカテゴリーとはまた別のカテゴリーのレースがもうすでに始まってます。すごい、すごいでしょ。それこっち見てください、ね、今日は 699T というですね、新型バイクで今日のレース臨むとなってます。まあ、特徴はね、いろいろあるんですけど、まあ、前回からの変更点、一番大きいのはやっぱりこのディスクブレーキ、これですになってると。あとは、まあ、このね、なんやろもう何が違うかって言ったらもういろいろ違いますね。確かにね、前のバイクよりね、より硬くてより反応がいい、もうカチカチです。前のバイクは120万円ぐらいなんですけど、トータルで、今回のバイクはですね、トータルで150万円ぐらいです。どっちにしろ高い。今日もしね、こけたら150万円がもうその一気にバーンって終わりです。今日12月23日です。こけたらこいつがバーン一気に終わる、俺も一気に終わると。クリスマス、お正月、バーンバーンバーン。今日もし失敗したらね、失敗でこけたらね、もちろんね安全には走りますけど、レースなんてね何があるか分かりません。で、今日のね、僕が出るレースはですね、45分間のエンデューロという種目になってます。45分からエンデューロだっていう種目なんですけど、エンデューロっていうのはですね、制限値が決まってます。まあ、やることはまあ結局レースと一緒なんですけどね、言うたら45分間何周できるかというレースになっておりまして、ここのコースはですね、こう見てください、広いんでしょ。これめっちゃ広い。今集団で走ってますけど、これ一周するとね、こんな広く見えますが、これ 950m です。あー、1キロもないよ。ないぐらいです。だいたい1時間走るとだいたい40キロぐらい走ることになります。いや、半年前に出たレースがちょうどですね、平均時速が43キロとかでした。で、1時間走ったってちょうど43キロ距離としても走ってるということになってまして、まあ、今日はね45分間なんで、まあ、37キロぐらいだと思います。トータルで走る距離としては。高いな、それで。ただエンデューロっていう種目なんで、距離じゃなくて時間で決まってます。で、まあ、出る選手なんですけど、他に、まあ、エントリーリストの88名とかやったら、すごいな、何人かちょっと忘れたんですけど、80人から90人ぐらい出てます。関西の猛者たちが集まってます。特にですね、警戒しないといけないのが、実業団レースで上位のカテゴリーを走られてるような選手がですね、結構ねいるんですよ。実業団のカテゴリーにも、いわゆるサッカーの J リーグみたいな感じで、ね、J1、J2 みたいな、実業団のレースもね E3、E2、E1 って感じになってまして、 E1 が一番上のクラスなんですけど、その E1 で走ってるような強い選手たちもね数名出てます。その辺りもマークしながら、なおかつですね、半年前に出た僕の優勝を阻止されたですね、佐藤選手という、まあ、スプリンターの、選手が、はい、いまして、まあ、その選手もですね、今回もバッチリ出られます。はい、やばいやん。もうリベンジ、いやでもその選手に勝たないとリベンジではないですから、逆に嬉しいです。俺はリベンジする機会ですからね。なるほど。そのために僕もね、半年前からですね、数えるとおよそ10キロ体重増えました。10キロも増えた、はい、そう、体全然ちゃうもんな、まあ、ちょっとちゃうんすよ。まあ、分からないと思うんですけど、あんまり、ね、映像ではね、ただ俺が脂肪で太ったというよりはね、かなり筋トレを頑張って、体ボツだった。はい、出力が本当に上がりました。本当に出力上がりましたんで、前回埋めきれなかったその 0.1 秒を埋めるためにね、ジムで水圧をいっぱいやりましたんで、本当に出力も上がってます。ただここでいいというのがですね、だから走れるけど、ああちょっと出力が出へんな。それは病み上がりやもん。それを言い訳にするのはちょっと感覚悪いんで、あんまり言いたくないですけど、それは俺の反省点です、本当に。ただね、出て走ってゴールするまで何が起こるかわからない、これがロードレースです。体調が悪いって言い訳にせずですね、
マジで、100% 持ってる力を 100% 出し切る、これを、徹底していきたいなと思ってます。で、前回と違うのはですね、今日僕の、このマスエックスサウルスというこのチームからですね、もう1名、石井選手がですね、対応してくれます。俺がもう体調万全の状態だったらもしかしたら強調しようって言ってるかもしれないけど、そう、今俺がエースになれるようなね、大丈夫だと思ってますので、ほんまにだから、まあ、チームメイトの石井選手には別に強調することなくですね、もうあの逃げたかったら逃げてくれ、スプリントしたかったら接触してくれると俺は俺でね、でも自力でいけるんやったらもういってると。で、あの作戦としてやっぱりね、80何人出てるんで、すぐ最初にちぎれてしまうような選手、逆にめっちゃ強い選手もいっぱいいるんで、その中でいいポジションをね、常に足を温存できるような走りね、なんか派手なことはもうしないです。足を温存するときにして、使うべきときに一気に使う、これが俺でいくよ最大のレースの攻略だと思いますので。あと言ってるのがやっぱりこの、境浜のレースの特徴はね、風が本当に強い。いやほんまに、あの大阪湾が本当にすぐそばにあって、そう見えてる海がで、寒い、めちゃめちゃ寒い。で、今ちょうど見えてます、こっちがバックストレートなんですけど、このバックストレートからめちゃくちゃこう向かい風吹いてます。うんうんうん、もう止まってても、ちょっと風の音が入るぐらい向かい風が吹いてて、そうなので、そういう時にね、ベースが緩んだり逆にペースがきつくなったりする要因なので、その追い風向かい風みたいなのを利用しながらね、うまく足温存して最後にスプリントを決めると、お、行ったろうと思ってます。行ったろうと思ってますマジでね。で、前回本当に負けてますんで、リベンジやね。そうです、行ったろうと思ってます。何や、行ってあかんのか行ってくれということで、アップ行ってきます。僕の個人的なレース前のルーティンとしては、まあ、まずこういうね、ジェルを取ります。レース前はジェルとかで一旦補給しておきます。飲むと気合入るから、科学的にも効果あるとは思うけど、もちろんね、トレーニングの時も飲んでるから、俺ルーティンの一つみたいなところもある、これは。あとね、今日もこれ着てます。結構厚着してます、わざとです。これ走る時はこれも脱ぐ、これで走る、本当はね。けどほんまに直前までね、体冷やさない、冬のレースは特に体をできるだけ冷やさないために直前までね、ひどく、これも大切なことです。あとはもうね、肩周りのストレッチ結構やってます。あ、これはね、元ね、プロ選手の、まあ、吉田隼人選手とかがね言ってくれてたんですけど、肩周りの、ね、ストレッチをこうやっていろいろやったりとかするのと、あとはやっぱ股関節周りですね、こういう動的なやつです、こう動かしながらやるやつね、一通りやってから自転車に乗ってアップしていくと、ちょっと僕のレース前のルーティンで、まあ、これやっといたら、まあ、とりあえずまあうまくいくなみたいな、その歌手で言うね、発声練習みたいな、特に変なことしない、なるほど、練習でやってないことをしないっていうのをもう、うんうんうん、結構徹底してます。レースの時だけこんなアップするぞとかね、レースの時だけこんなジェル飲もうぞとか、負ける選手特徴です本当にレースの時やりたいったら、まず練習の時からずっとそれやっとくの、うまく続くんやったらそれで レースでも取り入れてみると。つまらないアドバイスですか、レース出るという方いらっしゃいましたので、これぜひ参考してください。はい、あの練習の時やってないことしないいきます。さあ、ついにレースがスタートしました。私たち今日は高倉の選手がお送りいたします。さあ、このレースおさらいしましょう。こちらのレースは45分間のエンデューロとなっておりまして、簡単に言うと45分間を、どれだけ多くの周回数を走れるかというレースになっております。そしてこのパサはですね、この左画面に左に映っております。チームメイトですね、石井選手の2名でマスエックスサウルスは出場となっております。そしてレース全体の人数がレース全体で83名の選手がエントリーしているという状態になっております。そ
してマサのチームメイトである石井選手は一人独走を決め込んでいきましたが、マサは打って変わってこの集団内で待機するという走り方をとっております。ここからも見て分かる通りですね、このマサとですね、そのチームメイトの石井選手はですね、同じチームメイトではありますが、今回のレースに関してはもう全くですね、そのアシストであるとか協調体制、それを取って走らないというですね、本当にお互い自由にやろうなという形で出走しております。でマサはですね、約半年前にも同じこのレースに出走しまして、その時のリザルトが準優勝、そして20代の中では1位だったという結果でして、それを何とか超えたい、それがマサの一番の思いではあります。やばさあ、そしてここで先頭はですね、1位選手を含むですね、2名の逃げという状況になっております。そしてそのすぐ後ろですね、このマサを含む大集団が追いかけるという展開になっております。さあ、そしてここで今回のレース特別ゲストをご紹介したいと思います。特別ゲスト、 YouTube ショートでおなじみ赤いウェア半袖中級者さんです。よろしくお願いいたします。ほほほほ、怒るお前、怒るお前、お前何回言ったらお前は俺のことを上級者じゃなくて上級者で呼べって言ってるやろ。ほらほら、中級者さんよろしくお願いいたします。お前殺すぞお前。で、俺今回な、この間、約半年前の、なんか境浜クリティブループのさ、なんかレースの解説に呼ばれてないけどな、今回もな、このレースのな、解説、あとはな、その他もろもろな、初心者のゴールラが分からないようなことをな、丁寧にな補足していったろうわ。ほんでな、こういうな、このレースのな、この見方、まずこの基本を教えてるわ。このレースの見方としてはな、まずな、この逃げっていうのができてるかどうかや。今回やったらな、このマサのチームメイトのな、このな、石井選手、それとな、もう一人逃げ取ったやろ。まずこの状況で、集団と、先頭がこの2名離れてるっていうな、この状況をまず見ると。あとはこの集団の形や。この集団の形がな、今これ一列棒状やろ。これは逃げてるのも石井選手だけになっとるやないか。後ろの大集団がこれでバーッと走ってるやろ。この状況ですからな、この一列棒状になってればなってることな、基本的にはな、この集団のペースが高い証拠や。逆に集団がペース緩んでるときはな、この集団の形が団子状になる。横に何列も広がって、団子状になって走ってたら、今のペースが緩がっとると。ただこの状況だけ見たら、今ちょっとな、ペースが上がってる、そんな状況や。なるほど。やはりこのペースが上がる要因としては、やはりこのチームメイトの石井選手の逃げというのが、一つ要因としてあるんでしょうか。そうやな。その先頭にな、誰も逃げてない状況でな、意図的にペースを上げる必要っていうものが、特にな、このレースに関してはないからな、ここでやっぱ逃げてる選手がおるっていうことを、皮切りに、この集団の先頭の選手がペースを上げる、それで全体的に全体のペースが上がるっていうのが、今の状況。ここで左側前方の選手がアタック、そして先ほど逃げていた石井選手がですね、ここで集団に吸収される形となりました。これがな、いわゆるなレースでいうカウンターアタックってやつや。先に逃げてたら、この石井選手が、この集団に吸収されるタイミングで、そのタイミングでまた違う選手がアタックするっていうな、これでな、この集団におる選手もな、ずっとペース高いままやからな、なかなかこのな、休まれへん状況ではある。さあ、アタックした選手が約2名で逃げていきます。さあ、そしてその後ろをすぐこのマサも追いかけていきます。これな、このマサの感じ見てたらな、この先頭の2名をな、本気で追いかけてるような、そんなソウルには見えへんわ。で、これは多分の理由があってな、この逃げてる選手っていうのがな、そのスプリンターって言われるな、いわゆるゴール前で足溜めて爆発するようなタイプの選手で、ここからな、レース全部逃げていくようなタイプの脚質の選手じゃないから、この追いかけるこのマサとしても気持ちはいわゆる楽で、おそらく普通にペースを刻んでいけば、さっきの2名の逃げを吸収できる、そんな風に考えてる、この振る舞いなんて思うわ。なるほど。やはりですね、この逃げを追いかけるというこの作業もですね、かなり足を使う行為になるので、自分の足をゴールまで温存しつつ、ただその逃げを決めさせるわけにいかないというですね、このロードレースの面白さ、醍醐味が詰まっている状況ですね。さあ、そしてマサはここで徐々に番手を下げていきます。これは何か意図があるんでしょうか、中級者さん。これな、このマサとしてはな、おそらくこの気腹なんであろうと思ってるこの2人の逃げ、それをな、自分の力でな、追う必要もないと、マサの選択としてはやっぱりな、最後まで足を温存する、これが一番何よりも重要なことやから、まず自分の足を温存することを優先して、これ一旦この集団の中にな、戻ってる、そんな状況やと思うわ。
さあ集団は最終コーナー立ち上がっていきます。まあ、こういうのは、まあ、このコーナーはまあ出口、まあ、こういったところもな、やっぱりこの加速していくタイミングやからな、足をいっぱい使ってまうねん。まあ、だからな、こういうタイミングでいかにこの足をな使わずにこの加速していけるか、これが上手い選手はね、やっぱりな、その集団の中でもな、足をうまくためれる選手っていうのが多いわ、そういうタイプが。で、まあ、これな、まずはこれ今、ホームストレートしてるな、ホームストレートはな、これな、追い風や、完全に。まあ、その制服からな、押されてるような風が吹いとんねんけどな、これな、左コーナーこうやって曲がっていくやろ、こっからこれ、まさな、これ姿勢下げとんねん。これ姿勢下げてるってことはな、これ前方からのな向かい風に変わってな、まあ、めちゃくちゃこの風が強い状況や。なるほど、まあ、やはりこの風の向き、そしてその強さなどによってですね、このマサも頭を下げて、これ姿勢を低くしてこの走る、いわゆるエアのポジションなどを使って、まあ、足を温存するということなんですね。まあ、さあまたしてもこの最終コーナーを曲がっていきます。さあこのコースですね、1周が 950m しかないということで、まあ、こういったですね、まあ、比較的小さめのコースを何周も何周もしていくようなこのレースのこの特徴などですね、何か注意してあれば教えていただけますでしょうか。まあ、まあこれな、まあ、こういうのは1周 950m ってな、まあ、ほんであの高低差とかもなほぼないこのフラットなコースに関してはな、まあ、やっぱりこの競輪選手みたいなこの硬いのでかいで、まあ、この持久力じゃなくてどっちかというと、まあ、この瞬発力が高い選手、まあ、そういった選手がまあ有利なコースではある。で、まあ、このマサもな、まあ、身長がまあ大体180センチぐらいあってな、まあ、体重も70キロ超えてるというところで、まあ、この集団の中で見たらまあまあ大柄な方の選手に当たるから、まあ、こういったレース、まあ、得意な方であるやと思うわ。さあそして集団は一つの大きな塊となってまたレースを進めていきます。まあ、このな、まあ、逃げがおらんこの状況っていうのはな、このマサにとっては、まあ、かなり好都合でな、まあ、この内心ラッキーやとは思ってると思うわ。まあ、ただな、まあ、このままずっと最後はね逃げができへん、まあ、そんなことも絶対にないですな。まあ、なんとしてもなこの油断はできへん状況やな。さあそしてここでマサのこの走っているポジションなんですけれども、まあ、約ですね先頭からまあ12、3番手あたりという情報です。まあ、このポジション取りについてもですね、まあ、何かこの思惑であるとか、まあ、意図があるんでしょうか、中級者さん。まあ、これだ、ポジション取りに関してはな、まあ、まず単純な話、先頭に近かったら近いほどな、やっぱ風の抵抗がでかくてな、まあ、しんどい。ただ、じゃあそれが楽したいからといって、まあ、後ろの方に下がったらええんか、そういう話でもない。後ろに降りすぎたら結局その単純に前を走る選手の数っていうのが増えて、でその分結局落車のリスクが上がってしまう。あとはな、まあ、やっぱりこの前の方で逃げとかアタックっていうのが起こった時に、まあ、後ろの方に降ることってな、その展開にな対応できへん。そういったところだな、いわゆるこのデメリットとして上がってくる。なるほど、そういったメリットデメリットを考慮した結果、このマサが現在10番手あたりに位置しているということですね。さあここで集団が少しペースが緩んだタイミングを見計らって、まさか先頭へポジションを上げていきます。まあ、これな、まあ、この集団がなちょうど緩んだタイミングっていうのでな、一緒に休むっていうことも可能なんやけど、まあ、これな、特に今このマサがしんどくないっていうことを表してるんだと思うわ。しんどかったらな、結局この集団が緩んだタイミングでな、自分もこのしんどいからな、一緒にペースを緩めたくなるんやけど、まあ、この状態のこのマサはな、かなりいい状態だと思うわ。さあ集団は依然人数が多いままレースが展開していきます。まあ、このレースによってな、まあ、すぐなこの先頭の集団が、まあ、人数が減っていくパターンというのもあるし、まあ、このレースみたいにな、まあ、大集団のままずっと進んでいくレースというのもある。まあ、ただこの時点でな大集団が見やがられといってな、まあ、最後まで大集団で行くとはな、まあ、限ってなくて、
まあ、いきなりな、もうレース残りな約5分とかの状態で一気に人数がな、5人とか6人に絞られる、まあ、そんな展開も考えられるかな、まあ、1秒たれても気は抜かれる。まあ、このマサの前をちょうど走ってるのかな、まあ、この前回このレースを優勝されたな佐藤選手という選手や、さあマサはですね前回このレースでこの佐藤選手に惜しくも 0.1 秒差で敗れるという本当に悔しい結果だったんですけれども、まあ、実はこのマサが4年前に所属していたチーム実業団チームではですね同じチームチームメイトだったということでですね、まあ、非常に交流のある選手でもあります。さあそして先頭ではまたしてもこのマサのチームメイト石井選手が少し飛び出していたように見えました。おお、まあ、これだマサもまあこれだ内心なちょっともう笑っとるわ多分、まあ、お前元気すぎるやろ。でもやっぱりなこうやって逃げができたらな、まあ、この集団におる方もなやっぱペースがだんだん上がってくる。でまあこれはな今このチームメイトがまあ逃げてるっていうことかな、まあ、やっぱりこの自由に走っていいとは言ってるけどな、まあ、やっぱチームメイトが逃げてる間はなやっぱこっちはな集団のペースをまあ上げるようなことはしたくない。できるだけ。なるほど、まあ、したがってこのマサはこの逃げができている状況にもかかわらず、まあ、いわゆるこの先頭に立ってこう集団のペースを上げていくようなことはしないということなんですね。さあそして集団はですね現在9周回目に入っていきます。さあレースは依然ハイペースのままレースが進んでいきます。さあそして残りレースは30分を切りました。さあ中級者さん、この残り30分のあたりこれは選手たちはどういった考えで走っているでしょうか。ほう、まあ、これもなまあまあこの選手によって様々やと思うけどな、まあ、やっぱりなあのこのな残り30分、まあ、この辺りからなだんだんなこのな、まあ、体力のない選手とかはな、まあ、ちぎれていく、まあ、いわゆるまあ遅れていく、まあ、ような選手がまあちらほら出だす頃やな。さあここで2名の逃げの選手はまた集団に吸収されていきます。さあ集団はこのバックストレートに突入していきます。さあこのバックストレート非常に強い向かい風が吹いています。この向かい風非常に強いです。この選手たちでも30キロ台しか出せません。ほんまこれなやっぱロードバイクにとってなもうこの向かい風はなもう特にこの坂道よりもしんどい。集団見てくれお前これ全然速度出てないやないかほんまに。これほんまな見えないか何かの力みんな押されているかなこの映像わかるかこれ。さあこういったこの非常に強いこの向かい風を毎週受けながらこのレースが進んでいくわけなんですけれども、まあ、こういったこの強い向かい風こういったところがあるレースっていうのはどういった展開が多いんでしょうか中級者さん。まあ、やっぱりなこのレースが激しくなってきた時に、まあ、やっぱ実力差がな出やすい。まあごまかしの期間レースってことやな。なるほど、まあ、分かりやすそうで全く何を言ってるのか分からないんですけれども、まあ、実力差が出やすいということは確かなんでしょうね。さあそんなマサなんですけれども、まあ、やはりですね、まあ、レースということで、まあ、気が緩む瞬間が1秒もないそんな展開が続いています。おっとこれマサ君と呼ぶ声、これはマサの隣に黄色いヘルメット優勝候補の勝光選手が何かマサに話しかけていますね。まあ、マサもですね、まあ、この非常に高い声でマサ君と呼ばれたものなので、まあ、女の子が誰か呼んでるんじゃないかと思うけどですね、まあ、振り返ると、まあ、ゴリゴリのおっさんの裏声だったということなんですね。これは
まあ、やはりこの優勝候補などに限ってですね、まあ、やはりこのレース中ですね、本当にこのきつい場面でもにこやかに話しかけてくるというのはですね、非常にあるあるなんだと思います。さあ、そして集団のペースが少し上がっていきます。これは何のペースアップなんでしょうか、中久志さん。ごめん、ちょっと寝てた、ごめん。ちょっと俺もちょっとようわからん、このペースアップほんまに、ごめん。お前、まあこのペースアップですな、まあ、普通についていけるっていうのがもうまさ、えらいと思うわ、ほんまに。こちらの放送をご覧の皆様、ただいま中級者さんが、居眠りをしていたということで、大変、ご迷惑をおかけしました。失礼いたしました。さあ、気を取り直して、まあ、このマサなんですけれども、まあ、このペースアップがあった状況でもですね、まあ、難なくこのポジションを上げて、まあ、前へと、バントを上げているそんな状況です。まあ、このマサな、まあ、これもやっぱりな、集団内で、まあ、ただな、こうボーッとして走るだけじゃなくてな、まあ、やっぱり、まあ、その逃げる選手は、まあ、誰やとかな、まあ、足、体力が残ってそうな選手は誰やとかはな、まあ、常にな、こうやってな、頭の中で考えながら、まあ、このレースをな、こう走っとるわ。まあ、やっぱりな、まあ、強い選手っていうのはな、やっぱりテクニック面でもな、上手い選手が多くて、まあ、やっぱりそういう選手のな近くでおったらな、まあ、いわゆる落車とかもな、リスクはな、少なくした状態で、まあ、走れるっていう、まあ、メリットはあるわな。さあ、最終コーナー、そしてここでバサのチームメイト石井選手がまたしてもアタックです。そしてここでレースは残り25分を切りました。まあ、このなチームメイトのなこの石井選手に関しては、まあ、スプリントじゃなくてな、まあ、途中で中で逃げを決めてそのまま逃げ切りたいっていうこの戦法やから、まあこれってな、まあ、序盤中盤からなもうずっとな逃げにこうチャレンジしてる、まあ、そういったな戦法取ってるしな、まあ、マサに関してはな打って変わってな、まあ、そのゴール前のスプリント勝負っていうところにかけたいって思うからな、まあ、やっぱりその序盤からな先頭で逃げたりするようなことはなくな、まあ、走ってるしな、まあ、こうやってな選手のな、まあ、その思惑であるとか、まあ、あとはまあ客室によって、まあ、こうやってな取る戦法が違うというところもな、まあ、こうやってな自転車レースのな、まあ、面白さの一つやと思うわ。なるほど、まあ、やはりですねこの83名の選手がいれば83通りのこの思惑、まあ、そういったものがこううごめいているこの集団で、まあ、どのような走りをしていくか、まあ、それが本当にこう見ていて面白いですよね。まあ、ちなみになんですけれども、まあ、あの中級者さんに関してはこのどういったこの戦法であるとか、まあ、どういったこのタイプのレースが好きなんでしょうか。はあ、まあ、それ聞いちゃう、まあ、やっぱり俺はな、まあ、やっぱりスプリントやな、まあ、このまあ最後のゴール曲がって数百メートル、まあ、一発もがいたったらなもう楽勝やな。なるほど、まあ、何を言ってるのかは全くわからないんですけれども、まあ、あの一発もがいたったら楽勝ということなんですね。はあ、まあ、この一発もがいたったらまあ楽勝。さあ、そしてここでレースは残り17分を切りました。さあ、いよいよレースも終盤に差し掛かっております。さあ、この辺りからよりですねこの後半の大事な部分ということで気が抜けないそんな場面になってきています。さあ、ここでチームメイトの石井選手に関してはまたしても逃げを決めております。そして集団の中にまたマサの姿もあります。まあ、これな、やっぱりな石井選手みたいにな、まあ、逃げを決めたい選手にとってはな、もう決まらなかったらまた次に決めに行く、決まらなかったらまた次決めに行く、まあ、その繰り返しやしな、まあ、逆にマサに関しては、まあ、そうやってな最後のことを考えてるんやったら、まあ、序盤から足を使いすぎへん、まあ、これはなお互いな、まあ、当たり前のことをなお互いこなしてるような感じ。おーっと、ここでマサが中段の前方へ上がっていきます。これは何か意図があっての動きなんでしょうか。マサが前方へと上がっていきます。もうまあこれな、まあ、集団の前方でな、まあ、ちょっとなこれな優勝候補とかがな、まあ、前に上がってきて、まあ、ちょっとこのタイミングでなんかこの動きやるんちゃうかと、まあ、なんかもしかしたらもうこのままちょっと数人のなこな先頭のパックになってそのまま行ってまうんちゃうかっていう、まあ、動きを察知したこのマサが、まあ、自分もこのそこに乗り遅れへんためになこの先頭の方に、まあ、合流したような、そんな感じやな。これなるほど、まあ、やはりですねこのゴール前にかけているといえどですね、まあ、やはりこのレース終盤でのこういった動きに関しては、まあ、自分で足を使ってでもですね、まあ、ポジションを取りに行く、まあ、こういった展開に乗り遅れない、まあ、そういったことを、まあ、考えながらマサは走っているんですね。これはもう、まあ、これでな今このちょっとだけなこのペースが緩んでるやろ、まあ、この集団のただこのな先頭はそんなペースも緩んでないと、まあ、こんな不穏な状況がずっと続いてる。
さあそしてここでマサのチームメイトである石井選手を含む2名の逃げができました。しかしこれはチームメイトなのでマサは自力では追いません。まあこれはな、まあ、さっきも言っとったけどな、まあ、やっぱりチームメイトが逃げてる時はな、まあ、こうやってな他の選手にな、まあ、前を追わせる自分からは追わへん、まあ、これはなまあまあチームやったらな暗黙の了解みたいなとこあるわな。さあ集団先頭は石井選手、そして7番手8番手あたりでしょうか、マサの姿も見えます。さあそしてマサはさらに番手を上げて現在先頭から3番手あたりを走行中です。さあそしてレースは残り9分を切りました。残り9分です。さあこの辺りからマサもポジションは全く落としません。さあそのままレースは残り5分になりました。残り5分です。さあ優勝候補どころの選手たちが続々と前に上がってきます。おおお前これちょレース残り5分って言ってる状況だわ。なんかお前これ逃げなんかできてないかお前これお前なんか逃げできかけてるぞお前これ。さあ現在先頭は3名の逃げができている状況です。さあマサにとっては非常に厄介な展開になりました。さあこの3名の逃げを許すわけにはいきません。マサ、まあ、ほんまになこれなもうな残りなもう約もう2周3周くらいしかないこの状況でなもうこの決まってもうで逃げてるのはもう絶対に許したらあかん。でまあこれなもうこのマサのなチームメイトの石井選手もそれに気づいて、まあ、この逃げの3名を潰すためになこれ先頭を引っ張ってるわ。ちなみにこの左側の選手たちはですね、まあ、このレースの周回遅れの選手たちになります。したがってこの集団の先頭はですねこの石井選手、そしてこの後ろ2番手がマサになります。さあなんとしてもこの差を埋めたいこのマサ、まあ、これな、まあ、やっぱりこの石井選手とこのマサのなマス X アルズの2人で、まあ、完全にこの集団の先頭を走ってで、まあ、この逃げる3名をもう絶対潰すんやっていうこの走りをしてるわ。さあ絶対に逃げを許してはいけないこの状況、マサ果たしてこの3名の逃げを吸収することができるのか。さあ先頭を逃げる3名の選手はこちら、そしてその後ろを約 3,4 秒の差で石井選手、そしてマサ、そしてその真後ろには前回優勝者の佐藤選手も入っていきます。さあマサとしては逃げに追いつきたいもののこの佐藤選手は連れて行きたくない、そんな思惑です。まあこれなもう前回優勝者のこの佐藤選手にとったらなめっちゃ好都合な展開や。これなんでかっつったらなこれな逃げ3名の選手の中にな佐藤選手のチームメイトが乗っとんねん。ってことはなチームメイトが逃げに乗ってる佐藤選手からしたら、まあ、自力を使ってなこの逃げをな追う必要はないねん。だから従って石井選手とこのマサ、まあ、この2人でなんとかなこの逃げを潰す必要があんねん。さあマサにとっては非常に苦しい展開です。そして先頭を引き続ける石井選手、さあ最終コーナーへ向かっていきます。おっとそしてここで先頭を引いていた石井選手がドロップ。おお、まあこうなったら、まあ、佐藤選手はもう前引かへんぞ自力では。ってことはもうこれで先頭になってもたもうまさかなもうこれ一人で、まあ、あの3名の逃げをなもう潰しにかかるしかない、ね、さあここで3名の逃げは最終周回へ突入します。そしてその後ろ集団は先頭マサ、さあマサはもう自力で追いかけるしかありません。3名の逃げを自力で潰します。おお、まあこれなもうマサもついに最終瞬間や、まあ、ただなこれなもうマサにとってはもう非常に苦しい展開や。何でかっつったらなもうこのゴール前のスプリント勝負にかけてんのにな、ここで自力で足使わなあかんっていうのがもうほんまにこれ苦しい展開や。さあマサここでどこまで食い下がれるか。そしてマサの後ろは前回優勝者の佐藤選手も追いかけてきます。さあマサは先頭突っ走っていく。しかしこの真後ろには佐藤選手がぴったりとくっついている状況。もうお前これなもう佐藤選手もなアシストをしてるだけの状況になって思ってるわ。まあただなもうこれなもうマサとしても仕方ない。もうマジでこれ前に追いつくしかない。さあフルパワーで追いかけていくマサ、そしてここでなんとか逃げろ3名の後方を捉えた。さあマサ最終周回最終コーナーへ突入しています。
ましたね。あれ今回は命だから。いや、うわあ、いいでした。すみません、6月と全く同じ結果で申し訳ございませんでした。全く同じ前優勝された佐藤選手が今回優勝したと。20代トップ全県1208番のまさくんこと高倉正義選手、夏水拓也選手に賞状副賞。まずはオフィシャル高倉正義選手第1戦のその2つの選手同じやば。次はこの はい、レースが終わりました。で結果ですね、総合準優勝でいいでしょう。で、現代別ですね、20代の中では、ありがとうございます。でこの結果はですね、全く同じですね、以前に、出た半年ぐらい前に出たですね、レース境浜のレースと全く同じ順位でした。その時もね、総合順位に20代では1位という結果で、なおかつ優勝者がですね、40代で依然若者の邪魔をしている強くて、本当にすごい。あれはもうほんまに、今日ちょっとね、鼻声わかりますかね。1週間ぐらい前にね、体調崩して、正直ね、出力とかはね、マックスのパワーから彼らちょっと8割ぐらいの感じで、その辺のちょっとね、悔しさはあるんですけど、結局アスリートたるものですね、試合の当日の実力か、その当日のコンディションか、もうそいつの実力、仕方ない。各選手いろいろあると思います。それがね、昨日ね、彼女に振られた選手もいるかもしれません、もしかしたらそれいろいろあると思います。骨折開けたと、俺はたまたまね、ちょっと体調不良やったと。で走ってて、アップの時もなんですけど、やっぱね、内心ちょっとやっぱきついなって。走っててね、ちょっと走り方もちょっと変えて、できるだけ足を温存するような感じという感じで、走った結果ね、ラスト2、3周ぐらいで、3名の逃げ決まりました。で、集団から大きく離されてる状態で、で僕はスプリントに足残しとくってことなんで、逃げに誰かが引いてくれたらその後ろ行くと思ったんですけど、みんなこっち集団側のみんなもきつくて、やっぱ風強いし、でこの3人の逃げが決まっちゃうところが、じゃあ俺も自力で追いつこうと思う。けど自力で追いつこうとしてる時にね、後ろにこの優勝候補でね、前回も優勝されたその佐藤さんが僕の真後ろにいたんですよ。うわー、で佐藤さんに前出てほしいわけですよ。けど出てくれない。なんでかって言ったら、この前に逃げてる3名の逃げの中にね、佐藤選手のチームメイトが乗ってるんですよ。佐藤選手からしたらね、前にチームメイトが乗ってるんで、チームメイトが勝つならそのチームメイトが優勝したいんですよ。なるほど。佐藤選手は後ろで言ってるだけで、で俺とかがこの3名の逃げにブリッジって言うんですけど、かけて追いつこうとするんやったら、佐藤選手は俺の後ろで真後ろでひっついて俺も前を引くよっていう戦法です。なるほど。だからもう佐藤選手は出てくれないですよ、チームメイトが前にいるんで。なるほどね。そうだから、いや、自力で一人で前に追いつくしかなかった。でもここで追いつくためにタイムをね、練習が 9.5 ぐらい使いました。0.5 しかなかった。代わりに後ろで俺の佐藤選手にとっては足をね、したまま前に上がりきる。ラッキーやな。そう。で残り200-300m。でもこれどっちが勝つかってそれはもう足を食べてる。なおかつ元々足がある佐藤選手がね、僕は。で僕も限界まで踏みましたけど、結局届かずね。いいやと。だからこれに関してはもうね、もしその体調が万全で、すげえ調子が良かったとしても、多分この結果変わってない。強い選手ってその体力とかも意外東ですけど、もうそういう戦法ね。すごいね。あれは多分ほとんどもう誰が出てても負けてます、あの展開だと。あともう一つ、今日45分のエンジンロっていうので、残り時間が電光掲示板に表示されてたんですよ。僕がラスト1周行った時、1分13秒とかってたんですよ。1分13秒って、残り1周行けるか、行けないかギリギリのタイムなんですよ。遅い時やったら1分半ぐらいに1周回ってたり。あ、じゃあ間に合えへんの。1分半やったら、その残り1分13って出てたら、その周が最終周なんですよ。けど、1分13秒以内に1周回れたら、もう1周あるんですよ。
だから残り1分13で出てたら、それがラスト1周なのかラスト2周なのか、これ分からないです。展開次第でラスト2周にもなるし、ラスト1周にもなると。心で読み、これがめっちゃ上手かったです。スロサトン選手はラスト1周ってやと思って足使って、もう1周あるから。けど今回はなかったね。なかった。結局今日はだから展開もちょっと悪かったね。最後の最後のスプリントに足食べとくっていう戦法なんですけど、まあ、そのためのね、力を温存するはずが、やっぱりちょっと逃げを潰すために足使っちゃったと。逃げを潰す時に、その一番優勝候補である選手を連れてきてしまったと。そこに、うわー、罪将棋です。これ罪将棋、あ、もうどこに行っても無理やな。僕が行かなかった。本当に体調管理もうまくいってないし、これコロナなんてね。で、その2週間後ぐらいにね、また風邪ひくっていうね。仕方ない、仕方ない。これもまあレースやし、たらればです、こんな。ということでですね、練習あるのみです。これは、まあ、悔しいですけど、俺にとってはですね、ここでまたペグになることなくですね、練習できますんで、次こそ皆さんに真のガッツポーズをやるんですね。ね、年代別では1位かもしれませんが、レースがそこに出てるやつの中で1番になりたいと思ってますね。次こそゴールラインを正真正銘1位で突っ込んでくるということでございますので、頑張りますので、チャンネル登録をしていただいてですね、これにちょっとでもお待ちしていただければ、無事に完走できてありがたいなと思いながら、不甲斐な結果ですが、次は絶対優勝します。次のレースもぜひご期待くださいということで、すごい、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。すいません、承知します。すいません、失礼します。